周遊とは、朝鮮民族における収族において、旧暦の8月15日に、祖先祭祀や母産をはじめとする行事が行われる祭日である。韓国では、周遊が一番重要な年中最大の祝日であり、周遊の当日を含めて前後3日間が祝日である。北朝鮮では当日1日だけ祝日となる。周遊は、ハンガウィ・カハイヒ。 中州などとも呼ばれる。面接と呼ばれる、朝鮮の祭日の中でも、最も重要なものとされる。朝鮮南半部では会社や商店は休業することが多い。朝鮮の周遊と日本の裏本は、いずれも、ソレイ崇拝議礼が中心であり、相互になぞらえられることもあるが、周遊は、旧暦8月15日に行うものであり。 中秋節という中華文化圏の行事に近く、日本の行事で、系統的に近いのは、中秋の名月である。したがって、周遊を指して、韓国の旧本と表現するのは、暦の錯誤から来る完全な御用である。三国式によれば、白木樹漁9年、白木6部の女子を二組に分けて1ヶ月にわたる、朝紬の競技を行わせてこの日に勝敗を決し、 また様々な株を行わせて、下配と称したとされる。元来、周遊は朝鮮における雑穀や稲の第一次、収穫儀礼であった。なお、周遊が最も重要視されるのは朝鮮半島南部であり、これに対して朝鮮半島北部で単語が重要視されるとの記述もある。また、迎え月など、 周遊の多くの行事は、旧暦1月15日の上元武士と対応なしている。この日の食べ物には、里芋の団子や里芋汁が作られるため、中国の河南地方の中秋節や日本の月見との関連が指摘されている。周遊の日、各家庭では、全家族が晴れ着に着替え、深刻で作った酒と、ソンピョンや、夏目、栗、柿などの新たに採れた果物を、 祖先の祭壇に備えて祀る。これを周遊され、あるいは八月小母神と称する。また、周遊前後には、祖先の墓参りを行い、これに合わせて、墓の雑草の狩り配を行う。周遊に合わせ、様々な民族行事が行われる。ありがとうございます。